ちょっと待って。え、何これ？多くね？お腹すきました。もちろんじゃないか。京都まで車も運転車腹も減るっちゅうもんや。天津飯好きでしょ？大好き。とっておきの天津飯ありますんで。ほんまやな。はいはい。マルシン飯店さん。ほう。ここの天津飯が最高にうまいんですよ。お、じゃあ行こう。行きましょう。腹減ってるし。僕言っとくけど、普通の中華屋さんの天津飯足るはずがないからな。行くぞ。ついてこい。今日はね、天津飯卵入り丼になります。どうすんやけど、大丈夫か？大丈夫大丈夫、もう待っとき。待っとこわ、もう待っとこわ。ちょっと待って。え、何これ、何ですかこれ。天津飯卵入り丼。いやいや、確かに卵いっぱい入ってるけどさ、これ多くね？特盛りにしときましたんで。ちょっと待って、ちょっと待って、特盛りでいきなりこんなでかなの？そうなんです。大丈夫？けどめちゃめちゃうまそうや。美味しそうでしょ？志賀さん卵大好きやし。うわ、最高のとろみ。ほんまやね。はい、めっちゃうまそうやん。美味しそうでしょ？これは期待できる。これしかもどれぐらいあるか知ってます？ 1.5 ぐらい。あ、いいとこ行きますね、さすが。1.8キロ。じゃあいただきます。はい、どうぞ。どれどれ。お、こんな感じやね。あ、あんにもっとつけて。あー、いいですね。一気に目が出かなかった。うまっ。うまい。うまっ。見た目で美味しそうですよね。うん、これほんまにすごい。ちょっと待って、めっちゃ詰まってるやんご飯。ちょっと待って、ちょっと待って、ご飯の量がやばい。全部ご飯やで。そうですよ。全部米やん。はい。うわうわ、米やん。うわー、いいじゃないですかそれ。デブになっちゃうこれ。デブじゃないですか、もう。デブになっちゃうこれ。もうデブだよ。いや、まだデブじゃない。僕は、小豚にしようって。小豚。小豚にしよう。今日で大豚です。出来上がる、出荷される。出荷されます。うん、とろふわで超美味しいよ。あ、これほんますごい。ほんととろふわすごいよこれ。ちゃんとペース考えてくださいよ。上だけ行くと、白ご飯だけ残りますからね。うまいね。でもね、坊ちゃんこれ早く食べたいねんけど、はい、大やけど案件。早く食え。スケジュール押してるんすよ。見てる。しかもここ人気店だからね。そう、席早飽きなかった。そうだそうだ、早飽きなかったですよ。でもこの早く食べる感じがうまいね。がっついて食べる感じが、うん、いいっすね。これほんま超大盛りですよこれ。うん、これだとほんま全部ご飯。見る見る、ほら、うわうわすごい、炊きたてご飯。熱そう。いや熱いよ。実際今度は暑いよ。レンズが曇る。何してんだよ本当。すごい。よかったこれ。僕唐揚げ頼もうかな思って。マジっすか。せっかくやったら唐揚げ食べたらよかったな。食べたのは山々やで。はい、山々やけど。はい、生きれなくなっちゃうよ。餃子5人前ぐらいいけるでしょ。死んじゃうよ。死んじゃう。死んじゃう。死んじゃう。ごちゃん、はい、いやいや、さっきからしたらだいぶ減ってきたよ。ダメダメ、食べれば食べてもどん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 湧いてくるんですけど。もっとくれるから早く食べて。もう分かってるよ。熱い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 。はい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 、やけどするから。ありがとう。それスピードアップ。早く何やねん、ちょっと待って、落ちてな、はい、なんかもう閉店前に来て、はい、ラストオーダーって言われてから、はい、食べてる子みたいになってるやん。いやいや、忙しいから次のスケジュールもあるんで。いいか、どうしにもなる。2年前ぐらい味わってやばい。まずさ、何がどんぐらいの大きさなの。いや、見たことない。おいおい、見たことない。おい、うん、見たことないよ、そんなおい、調査しろよ。いや、もうデカ盛りで検索したんで、でもこのサイズしか見たことない。なんでよ、食べ時に絶対に乗ってみよう。
僕に検索能力求めます？全部一緒に見えて。全部一緒、全部一緒に見えるサイズ。ほなほなじゃあ僕の顔も普通の人と同じサイズ見える。いやそれはでかく、なんでやん。一番近くでよう見てるからそれはわかりますよ。そこは一緒って言ってほしかったな。あかんあかんあかん、ちゃんと視聴者に顔のでかさをちゃんと教えないと。何よ一体何の伝道師やねん。おお、さすが、やったらできるんじゃないですか。もうもうもう、ほらもう早く早く早く、そううまくいかんのか僕やで。来るな、来るでしょ。これ何が気づいてた、はい、あんがご飯と同化。なるほどなるほど、わからんでもない、でも美味しい美味しい、あ、わあ美味しい美味しいな、美味しいな。あと二口ぐらい、もったいないけど坊ちゃんに早く食べろって言われるから早くすくって食べてあげようかな。せーの、パク、もぐもぐ、美味しい美味しい。このあんが、あっさりしたあんがまた美味しいんだよな。あ、美味しい美味しい。この勢いでもう一杯すくって食べちゃおう。パク、もぐもぐもぐ、おいしい。じゃあもう一杯いこう、もう一杯いってだんだん減らしていく。パク、もぐもぐ、はい、もう一杯。手が止まらないよ、おいしいな、手が止まらないよ。もう餃子の味どうしたんですか、どうしたんですか。餃子の味しません。早く早く、減ったけどさ、減ったけどめちゃめちゃきつい。このノリめちゃめちゃきつい。なるほど。でもなんか中華料理屋さんってスピードが大事じゃないですか。なんかその丼めっちゃ似合う、めっちゃ似合う。あ、顔隠れた。丼の方がでかかった。顔ぐらい隠れるわ。顔隠れた、ほら顔隠れた。綺麗にお箸でよそって、なんか茶碗の向こうでなんか隠してるんじゃないかな。怖いわ、手首痛い。手首腱鞘炎。最近デカ盛りぎついてこう思って、手首腱鞘炎。お疲れ様でした。どうしたどうした、まだ入る、入るか、出かけてよ。人もなんやと思ったんだ、ほんま。いや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 、なんやデザートがあるから、デザート、ちょっと待って、はい、お腹と相談するわ。はい、デザート、デザート、無理、お疲れ。え